きます。2本目2本目とか言っちゃった。3、2、FM ギノワンのラジオを聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中で精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でござるござるっていうか時代背景がおかしくなる。まあいいや。もちろんあのメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしておるでござる。メールアドレスの方を夏美殿。はい。メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いでござる。そこはよろしくお願いいたしますでいいよ。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしますでござる。はい、はい、メンヘラジオ第97回の放送でございます。うん、ありがとうございます。はい。97回。97回ですよ。やばいね。あと100回まで。はい、計算して、はい、あと100回まで何回。97でしょ、うん、だから8、9、10さ 10? あと何回待って、10? あと何回よ、だから3回かな。あ、正解正解ね、3回かな。さすがにね、片手で数えられるやつはそうです、はい、片手で数えられる分はできます。大丈夫ですね、はい、うん、あ、いいね、いいね。あ、何がいいの。いや、あのロアさんがね、お薬飲む前に効くって言ってます。あ、ありがとうございますロアさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、こんばんは。また、はい、武蔵さんからも来てますよ。はい、武蔵さんから。はい、夏美さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんは。しょい、こんばんは。しょい、ラジオ収録の生配信お疲れ様です。はい、ありがとうございます。武蔵さんね、いつもね、あの初めね、こうやってねぎらってくれるみんなねぎらってくれてるよみんなねぎらってくれてる。じゃあみんなねぎらってくれてるんだけど、こんばんは。しょいって言ってくれる、いつも。あ、みんな、うん、こんばんみーも言ってくれてるんだけど、ごめん、なんかもう夏美本当にボケツ掘るよね。なんなんだろうね、これね。なんだろうね。なんなんだろうね。穴があったらみんな埋めたい。おい、そういうことよ。なんでみんな埋めるね。はい。よくわかんない。まあ、そうですね。そうですか。はい。もう、さえ、ちょっぱなでござるとか言うからなんかもう。笑っちゃってメガネがもう曇って大変よ。メガネが曇るの私のせいなんだって。そうよ。ああ、面白い。ござるとか言うからね。だよ。はい、埼玉のごさんもござるって言ってる。ラジオ番組でござるからさ。もうそう、ござるからね。もう武士が、あと侍が集まってくるよ、この番組。いいんじゃないですか、みんなで。メンヘラと侍が集まってくる番組。あ、いい、みんなで。はい、では、あの、メンヘラ、ね、わちゃわちゃしましょう。はい、皆さんでわちゃわちゃしましょう。はい。はい、今日も短い時間ですが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。教えて、夏美先生。何でも聞け。かっこいい。はい、こちらのコーナーでは何でも知っている、はい、夏美先生の質問や、はい、お悩み相談、はい、あるいは夏美先生にジャッジしてほしいことなど、とにかく夏美先生にズバッと解決してほしいことをメールだったりツイキャスのコメントなどでいただいて、うん、夏美先生にビシバシご回答いただくコーナーとなっております。夏美先生、はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。夏美先生はですね、はい、何でも知ってるんですよ。あ、本当ですか。はい、あの、何も知らないってことまで知ってるんです。素晴らしいでしょどういうことなんだろう。まあ、はい、あの、こんな夏美先生ですが、あの、はい、ツイキャスでね、ご覧の皆さん、ぜひともコメントで夏美先生にちょっと答えていただきたいことを、はい、どんどんお送りいただきたいというところなんですけども、ね、早速ツイキャスを健太さんに渡しましたそうだね、はい、ツイキャスをちょっと預かる前にまず武蔵さんからのちょっとコメントありますので、はい、はい、
あ、その前にね、うんうん、マナケチさんから。マナケチさん、お、はい、こんばんは、今日は収録参加できました、わーいとのことです。やった、こちらもありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。武蔵さん、うん、夏美さん、健太さん、本日は一粒万倍日。一粒万倍日、あ、これは何だろう、天赦日かな。天赦、うん、天に払うって書いてさ、うん、なんて読むんだろう、まあいいわ、うん、大安吉日でこの3つが揃ってて、宝くじを買うにはめっちゃいい日みたいだよ、タイミングが合えば買ってみてはとのことです。あ、一粒万倍を知らないってことがバレましたね、今ね、夏美がね、あ、なんかね、すごく何でも知ってるって言ってた。もうキャラがブレた。キャラがブレちゃった。一粒万倍日って何ですかって。あ、知ってますよ、はいはい、一粒ですよね、一粒、うんうんうん、一粒、うん、まあ、大物ですよ、大物、大物が、うん、一粒が、うん、万倍、うん、ま、わんこそば万倍食べれる。一粒が万倍食べる日、うん、そうかな。きっとそうですね、はい、では埼玉の郷さんより、はい、旧本に心を合わせる人と、はい、はい、書いております、はい、ナーチュー先生、はい、温暖化って言いますよね、うん、でもさ、うん、どか雪が降る時もあるよね、うん、なんでなん。あの、あるじゃないですか、何、ん、温暖化って言ってるけど、温暖化で実際今年もさ、暑い、あの 毎日のようにさ、うん、熱中症アラートが発令されてて、うん、40度超えのところもあれば、先ほど郷さんおっしゃってましたけど、埼玉の方は今日は40度超えだったと、うんうん、7月29日、うんうんうん、はい、月曜日、うん、40度に行ってましたと、うん、そんな時もあるのに、うん、冬になるとなるで、うん、なんかやたらとドカ雪が降ってね、うん、雪が積もって大変してますみたいな、うん、ありますね。あれなんでなん、あれはですね、温暖化って言ってるけどなんでなんと、あの、あれなんですよ、うん、地球が病気なんですよ。あ、もう暖かくなればいいのか寒くなればいいのか、うん、ちょっと病気になって、より戻しっていうか、揺り戻しかな、揺り戻し。なんか何かと別れてたの、より戻しじゃなかったっけ、より戻しっていうか、揺り戻し、ね、はいはいはい、揺り戻しっていうやつなのかな。何でも分かる夏美先生が言い切らないんだけど、外カメで撮る、あ、夏美先生を、うん、あ、まあいいや、うん、まあ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 、はい、まあでもそれで、うん、あの、そう、揺り戻しってやつでね、うん、あの、私たちメンヘラにも、メンヘラにも、うん、これもう無理やりじゃないけど、メンヘラくっつけますけど、はい、メンヘラたちもあれなんですよ、うんうん、体調がいい日もあれば悪い日もある、あるね、あるね、うん、もう熱が出る日もあれば、うん、寒気がして、うん、寒い日もある、わかりますか。わかりますか。どう、わかるのかな。まあ郷さんから、うん、あ、じゃあ地球にカッコントをあげようね。そうそうそう、郷さん、その優しさが大事だね。でもどこにカッコントを突っ込めばいいですかって、リバーって、あれですね、うん、あのバミューダ海域、あのバミューダトライアングルって言われてる、うん、あっちはね、あの魔の海域、そうそうそう、あっちはもう本当にカッコントを入れろってもう言われてるところ、昔から。あ、そうなんだ、うん、そこに入れればちょっと良くなると、うんうん、ところでカッコン島って何でしたっけ。あのよく CM で風とかね、喉の痛みとかにカッコン島って、あ、ね、熱とかね、はい、ちょっと鳥の一種かと思ってますね。カッコーじゃないよ、カッコン島じゃないよ、カッコン島、はい、郷さん、日本じゃなかったらいかんって。日本じゃなかったらいかん、うんうん、ああ、日本だったらどこがいいかな。じゃあ、カッコン島にふさわしい場所、樹海、富士の樹海、なんその、いや、やめとこう、これはやめとこう、これはやめとこう、メンヘラ、メンヘラ的にメンヘラが過ぎるので、メンヘラが過ぎるのでちょっと自粛しました。はい、ロアさんからも、はい、あの先ほどの武蔵さんのね、うんうん、あの一粒万倍日とかの話で、健太さんが読めなかった、
天赦日、天に払う、天に払うで天赦日、天払う日、天に払う日で、うんうん、天赦日、うん、ロアさんは入籍した日は、私入籍した日は、うん、一粒万倍日と、うん、天赦日が重なった日でしたと。だからめっちゃなんていうの、縁起のいいというか、はい、いい日で、いい日だったのね、入籍をされたということ。何あれってこと、あの何だった、大吉とかの日ってこと。まあまあそう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 、何元日違うわ。なんか運気がねすごく高まる日らしいよ、その一粒万倍日も。そうなん、はいはいはい、うん、あ、そんな、それは知ってますよ。キャラを急に思い出して知ってるふり始めたけど、知ってますよ。うんうん、あ、でも郷さんから、はい、縁起がいいとかそんなの気にしたことないなと。うん、あ、分かった、思い出しました。はい、健太さんあれじゃなかったですか、うん、あのその一粒万倍日に、うん、お財布フリフリしてませんでした。うん、あれ俺は一粒万倍日だったかな、じゃなくて多分あの年末とかだったはず。あ、違った、うんうん、あれ月に向かってお財布フリフリする日はいつですか。あ、だからその年末とかじゃなかったかな。なんかあのフジテレビさんでやってる、うんうん、あの占ってもいいですかっていう、うんうんうん、番組でなんかお財布を変えるとこの日になんか月に向かってどうのこうのっていうのがあって、うんうんうん、試しにやってみて、お金が貯まるみたいなことですね。そうそうそう、多分ね、うん、ゴーさん縁起がいいとか気にしすぎたら疲れる。ああ、なるほどね、うん、僕なら月に向かってシリフリフリするよって。ゴーさんそれでいいと思います。いくらでも振ってください。もうお尻でも尻尾でもなんでも。いいと思う。夏も、うん、月に向かって振るかな。お尻？いや、お尻は振らない。何振ろうかな。はい、じゃあ夏美さんに、はい、今度は健太さんから質問しようかな。健太さんから質問。ちょっと待ってよ。待ってよ。待ってよ。ちょっと待ってよ。事務所通してね。あ、整えるのちょっと、うん。ちょっと整えよう。はいはいはい。あ、整え方がお相撲さんだよ。もう嫌だな。顔もね、なんか嫌だな。顔をほっぺたバシバシ叩いて。整え方がお相撲さんだよ。お相撲さんの土俵入り。土俵入り前のお相撲さんだよ。恥ずかしいよ。ペチペチ聞こえましたけど。はい、すいません。はい。はい、現在、パリオリンピックが開催中ですが。うん。はい。はい。日本が金メダルを20個取るためには何が大切でしょうか。20個取るためには、うん、20個取るために大切、20個ってそれって多いんですか、うん、少ないんですか。多いと思う。あ、どうだろう、多いんじゃないかな。多い、20個取るために何が必要か、何が 大切か、何が大切か、うん、まあ、まず大切なのは優しさですよね。優しさ、うん、優しさは大切ですよ。あ、で20個取ったって言える素直さ、うん、20個取ったよ言うて、うん、それを伝えられる素直さと、うん、まあ、嘘つかない真摯な心ですね。ああ、それさえあれば20個とっても恥ずかしくない。そうですね、ああ、むしろ取れる、20個取って、取れる、もう取れる存在であると、優しさがあれば。あとはもう優しさ、素直さ、獣の呼吸、獣の呼吸。猪之助猪之助猪之助なんて人がいるんですか。ああ、知らないみたい、知らないけど出てきたみたい。獣の呼吸、あの自分の中の欲望のままに、その、うん、取りに行くんだっていう、勝ちに行くんだっていう、うん、そういう熱い気持ち。あ、満島真之助とか、慎太郎、うん、満島真之助とか、テニスの松岡修造とか、あ、太陽を味方につけて、はい、暑さを
暑さで髪をなびかして、もう本人何言ってるか分かってるみたいじゃない大丈夫ですか。大丈夫ですよ、あの埼玉の郷先生も答えております。ああ、埼玉の郷先生はあの、うん、結構先生だからね。大事なのですね、うん、あの20個取るために 大切にするべきもの、うん、愛だそうです。ああ、愛ですよね、はい、郷先生話が分かるで、夏美さんのね、優しさっていう、うん、セリフに対して、うん、答えに対してだるよな優しさよって。優しさは大事ですよね、郷先生ね。もう郷先生本当に話わかるあとよ、謙虚さよって。そうそうそう、謙虚さね、まあ、真摯な心でってことですよね、うん、まあ、そうまとめて言えばもう真摯な心でってことですよね、はい、で最後にクレームです、うん、暑いのに松岡修造の話するなよって体感温度2度ぐらい上がるからね、修造の話すると修造の話するとちょっと太陽がこっち向いちゃうからねあの沈んだはずの太陽がまた昇ってくる、上がってくるからね、うんうん、どっから、どっから、西から東から、バカボンじゃないんだから東からちゃんと昇ってきます、昇ってくるからね、はい失礼。他には質問はないんですか。この辺であの勘弁してやる、勘弁してやる、いやいや逆にだよ、逆にどういうこと、逆に勘弁してやるはい、では楽曲紹介いこうかな、いくか、はい、本日も夏美先生ありがとうございました。いえいえいえ、ありがとうございました。はい、では楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、はい、フレデリック、フレデリック、これもしかしたら一回流したかもしれないんだよな、まあいいや、うんうん、好きだから、うんうん、好きだから聞いてください、はい、フレデリックでスパークルダンサー、はい、ボートレースの CM、うん、で流れてて、うんうん、はい、かっこよかったので、はい、どうぞお聴きください。どうぞ。はい。うんうんうん。うんうんうん。そうだそうだ。なんか。いや、そっか、ツイキャスの人は曲聞こえない。そうなんだよ。そっか。うん。なんか歌いましょうか今流れてるの歌ったらいいじゃん。なんかランウェイ歌えない、無理無理、これわかんない埼玉の郷さんも暑すぎるんだね、暑いからよ、暖流のハイボール飲んでるよいいな、暖流美味しいですよね、暖流っていう上等泡盛飲んでるじゃないですか。あ、本当、上等泡盛なんだ、うん、ほうほうほう、うまいのよって、うん、そっか、ケンタさんもお酒好きだからね、うん、あの暖流はね、うん、俺はそんなやっぱりいい、結構いいお酒だから、いい泡盛だから、うん、そんなめったに飲めないんだけど、うんうん、空港でお仕事してた時に、うん、レストランでね、うん、青森頼んだお客さんはみんな暖流、まあそのお店が暖流置いてたから人気なんだね、暖流か、ま、亀に入った暖流の青森を提供してて、残していくお客さんもいるのよ、うん、全部飲みきれないで、うん、それを裏手で、うん、俺ホールしてたんだけど、うん、洗い物とかする時に、うん、裏で隠して飲みながらお仕事してました、うん、いやその裏話、そうそう、あと居酒屋でバイトしてた時もね、うんうん、いろんなお酒を、うん、はい、隠れて飲んでましたね、へえ、そうなんだ、酔っ払いながらちょっとお仕事を、いやすごい何、そんな度胸夏美にはないそんなお酒飲みながら仕事するなんて夏美やったことない。ちょっと気分良くなって楽しくなるよ、お仕事が。あ、本当、うん、私お薬飲みながら お仕事はしたことあるそれ お酒より俺そっちの方が怖いけどあ、そっか、うん、そうですよ、そうですよ、あの用法用法は守って夏美さんは特殊な訓練を受けていません、受けていないけど飲んじゃダメです、はい、あ、沖縄大好きさんこんばんはって来てる、あーこんばんは、こんばんは、沖縄大好きさん、イエイ、埼玉の郷さん最近は琉球与那国久米線おもとのループよって、うん、あっしゃ
おあの沖縄にいる俺より泡盛飲んでる気がするそうかもね。そうだね、うん、ウケるいいな。青森大好きなんだね、うん、いいね。楽しいのがあるっていいね、ほんと。はい、じゃあ下げていきます、うん、はい、はい、お聞きいただきましたのはフレデリックでスパークルダンサー、はい、CM ソングでしたね、はい、でこちらメジャー5作目のミニアルバム、うん、悠々寛永回遊録というちょっと漢字だらけのアルバム、うんうん、ミニアルバムに収録されています。うんうん、うん、ね、テレビ見る人だったら CM でね聞いたことある、乗ってけ乗ってけってボートレースって言ってたね。そう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 、あのボートレースのあの CM でね使われてる曲って結構面白い、面白いというかかっこいい曲がやっぱりよくなんていうのかタイアップとしてされてて、なんていうの、結構そこから CM ソングからやっぱり好きになったっていう、耳に残るものを、そうそうそう、キャッチーな、キャッチーな感じで、ね、そういうのを選んでるんだろうね、うんうんうん、これカラオケでちょっと歌えるようになりたいなと思ってる一曲でもあります。わかる、はい、うん、ちょっとね、なかなか音楽聴く時間がね、うん、本当に寝る直前ぐらいだったりするんですけれども、うん、夏美も歯車って曲を覚えたい。前回流したかな、うん、何だっけ、歯車が回る、ね、はいはい、夏美さんがちょっとパチンコのカラクリサーカスでよく聴いております。はい、はい、ではエンディングでいきたいと思っております。はい、はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、です今日はね久しぶりだよね、うん、久しぶりに、うん、まあ30分30分という形で1時間ぶっ通しでね、はい、ラジオの収録をさせてもらったんですけれども、うん、はい、いよいよメンヘラジオも大詰めです。100回記念、あ、そうです、大詰めで今日のね今日のよちょっと誤解を与えるような発言をやめてくれる本当すいません、もうさ言い間違いがなんか多くて、いやいや言い間違いというかねまあいいんですけど、はい、違うんだ。100回記念ね、なんかやります、100回記念、うん、やろうやろう、うん、まあさすがにちょっとできればゲストは、どなたか呼びたいよね、うん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 、ケンタさん一人のモノマネ大会っていうのはどうですか。レパートリーねえよなんもないよそんな無茶ぶり、100回まで練習するわけだから100回になるまでやだよやだよそうか、苦手だよモノマネなんて。ほんと、うん、夏美さんなんかはモノマネできんの。あ、できますよ。またなんか身近な人のことをやりそう、誰もがわからないようなやつ。あ、でも、うん、やります。あ、はい、すごいね、ハートが強いな。あれやります、今流行っている鬼滅の刃の胡蝶しのぶさん。あ、これまた賛否分かれるやつ、うん、やってやりますか。じゃあ、はい、いいですか。じゃあ、胡蝶しのぶ夏美さんによる胡蝶しのぶのモノマネまで3、2、1、はい、もしもし富岡さん、はい、何点何点、ツイキャスで聞いてる人たち何点、何点ですかツイキャスで聞いてるの何点、うん、アニメ好きな沖縄大好きさん、これ何点マジでもう辛口で評価してやっても待って待って待って、あの、それにさ、ちょっとかぶせる。じゃあどういうこと。ああもういいか武蔵さんから来てますね。はいはい、ケンタさん、かりゆしウェアとてもよくおしゃれでとても似合ってて素敵素敵ですねって。ああ、ありがとうございます。お、褒められた、うん、いいね。じゃあもうちょっと見せようか。 このかりゆしウェア結構評判いいんですよ。もうちょっと見せようかいや近すぎるだろあれは
そうそう、なんかちょっとね色がねピンクっぽいのとピンクとねグリーンで、ね、爽やか可愛い、はい、うん、武蔵さん私の服もお乳なんですが お乳というかね、まあ、セカンドストリートだったっけ、それは、うん、これセカンドでねセールでね900円の 50% オフ、うん、でもケンタさんも確かこれセカストだった気がするよ、本当、うんうん、セカストユーザーだから、うん、わしら結構お求めやすい価格でセール品のところとか漁ってます、はい、そうそうそう、楽しいよね、そうね、やっぱり掘り出し物を見つけた時のね、うん、喜びと言いますか、うん、それセカスト店長のセカスト店員健一さんが言ってるな、セカスト健一さんが言ってた、それこれセカストユーザーしか分からんな、はい、では、メンヘラジオココイラでお開き、今日もセカストが好きな中村夏実と中村健太でした、お薬飲んで寝ろ、はい、じゃあ。